はい、えー、今夜明日のスケジュールル確認し、今後の相場想定しつつ、明日か朝ともかるメーカーの家庭にそする質害付けの <laughs> 明日は、これをいのコーナーです、えーと。今夜の予定見ていきましょう。<laughs> f o m c 技術力はもう発表になっているんですかね。えー、今朝表、ターゲットコーポレーション、アドバンスオートパーツ、ローズ、ネットアップ、シノプシスと、そ,、まあ、そこまで大きいところはないですが、ただいま夜中1時半。 もうちょっと今日は早くできるかと思ったんですが、結局できずということでありまして、すいません。えー、23日、えっ、ー、と、見ていきましょう。ドイツ、5月の i f o 経 k 共感室が17時半。で、アメリカ、4月の新築住宅販売が23時であります。警察費はベストバイ、メドトロニック、フォーメル、ロスストアーズ、DXC テクノロジーズ、ヒューレットパッカードンタープライズということであります。 ケースアップ国内のアップありません指標も何にもありません困ったもんだということで材料難みたいな感じになってしまうかなというところが懸念されるところなんですがとりあえずテーマ物色みたいなところになってくるということで今日はその一環で、まあ、バイオが一部買われたりとかそんな感じの動きありますがちょっと一つのテーマに絞るにはうん まだそのコンセンサスができていないというかそんな感じがしますんで、えー、ここのところ上昇しているチタン、まあ、レアアースですねえー、チタン関連が上がっているよっていうところここ2日ぐらい連,連日お伝えしているかと思います東方チタニウムとかねあまあいいや出るかな えとかまあちょっと今日はさすがに上髭つけて戻してはいますがそれでまあ3.8%上昇であと大阪チタニウムテクノロジーズああこれで入れると出ないという大阪チタニウム、えー、こちらも同じような感じで3.56%上昇ということでこれが、まあ、何で上がってるかっていうところも毎日、えー、ちょっと ちらっとお伝えしていると思うんですがあの米中の通商協議のところでレアアースが交渉材料として使われる可能性があるという思惑だということだそうですね。でマーケット的には日本は2010年のレアアース危機器以来かなりの在庫を保有していると言われていると。 いうこういいとらしいですよでアメリカ事実上、中国からの輸入に依存していると、レアアースに関してはね。で、米中の貿易交渉の展開次第では、アメリカから日本への需要が高まるかもしれないというような動きになってると。中国から輸入できないんだったら、まあ、日本がそれに在庫を持ってるんだったら、日本から輸入しようかみたいな思惑ということだそうですね。で、人民日報によりますと、習近平さんが、 あのレアアース産業を視察したとこな,なんですかね、鉱財省ってもんですかね、で、公財金力英字、鍵、うん、ちょっとわかんないですけど <laughs>、えー、マーケットではレアアースが米中貿易摩擦でも対抗時段と用いられるんじゃないかと、そんなところだそうですねで。中国株の方でもレアアース関連株が上がっているという動きになっているようでありまして、 えー、そんな関連の銘柄を見ていこうじゃないかとそんなことでありますでこの辺のチタンはもちろんそうなんですけどあといろいろレアアースと一口に言ってもいろんな、えー、金属があるということでありましてその辺も含めて見ていきたいなということでありますあの結構 EV とかそっちの方で使われるようなものが今までは結構 結構主力だったのかなっていうイメージなんですけど、まあ、そこも含めてなんでしょうけどね、レアーアース、はい。ということで、えーとまあ、チタンのところでお伝えし,しなかったですけど、アルコニックス、こちらも上がってるよねって話で、51円の中、全290円4.12%上昇。アルミニウムのある、あるでコッパーかな、コア。であとニックスがニッケルの3つの、えー、レアアースを。 こう中心に扱っている資源商社ですね。あったりしますが、えー、とちょっと関連するような商社のところで、まあ、全般見てもいいんですけどね、掃除とか、丸、え、紅、ー、と,とかねこの辺、トヨタ通商とかその辺を見て、トヨタ通商とか特にいいのかもしれないですね。自動車関連の商社みたいなところですから、45円千3260円。 1> 1. 上昇ねでそんな感じで今日急騰してるのはここなんでしょうね朝刈り券の2日増急騰してますけど215円の中線額50円16.1%上昇となってますあとはうんメタンハイドレードの掘削みたいなところで日本海を掘削 ぐぐぐぐる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 おっしゃっゃてますあれあそうかこれはもうそうですね <laughs> 潰れたんですね <laughs> 残念こっちにしましょうか採掘機械大手5県、えー、工業14円高429円3.37%上昇あとはどうでしょうかね三菱マとか まリサイクルとか、まあ、あ、でも、促進。123456。7日続進してます。10円高2824円。0.36%上昇。3000円、そこ3100円ぐらいまでは戻せますかね。一旦ね。それぐらい期待したいなっていう感じですけど。童話。45円高3431.33%上昇。 海洋臭がゃダメなこっちですね。密漁海洋開発とか。こんな感じかな。あとはやっぱ勝者とかになっちゃうんでしょうけどね。それで言っちゃうと面白くないんで。なところでしょうか。というところ、ちょっと今から追っかけていいのかわかんないですけど、あのー、その本当にその話題が出る前に、一旦。 しぼんんんゃううだと思うんですね。この辺特にそのチタン大阪市内の投資タンニムのところはただこれが現実にこれが交渉材料として使われるっていうことになる可能性がありますねそうするとまた一旦ドンンとねもう一段あの一旦ちょっとしぼんだとしても上がる可能性が十分あるかなとそんな風に思っておりますんでチタン銘柄まあ、うん、今買うのかどうかちょっと分かりませんけどちょっと注目はしていただいていいのかなと思ってます こんなところで、えっ、ー、と、チタン、レアアース関連銘柄特集でした。では、明日の個別材料を見ていきましょう。えー、っと、グルナビですね。グルナビ変わらず497円でしたが、楽天との資本業務提携の強化にかかる契約を締結したということであります。なかなか下げ止まらないですね、グルナビどこまで行っても下がりますね。<laughs> これはちょっと起爆剤になるかどうか。 えー、続いて、米表。中古、なんですかリサイクル、中、なん、なんて言ったんですかあれは。<laughs> 七屋さん。七屋さんってのもちょっと。リサイクルショップ。超大手リサイクルショップ。定款の事業目的に金融業情報処理を追加すると。金融業、何をどうするっていうことなんでしょうね。情報処理。うん ちょっと動きが気になりますね,この辺ね。続いて定時フィルム事業子会社を東洋部に売却するということだそうです続いて小松マテーレ普段のほとんど耳にしない面からですが中国に子会社を設立するそうです続いてアドソル日清バリ,ュー、えー、リバリューホライズンでした 都資本業務提携を締結するだそうです。はい、お高い。アドバンテスト、えー、19年3月期の期末の配当金42円ということで、で年間の配当金92円というふうになんか決まったらしいです、はい。18年3月期が32円でしたので、年間配当金が相当増え、60円も増えたと。 いうことだそうですよ。ライオン、あちゃちゃ、ライトオン。<laughs> ライトオンでした。ちょっとソーサーカップっぽくなってますんで、結構ど、どこまでいけるかな。ちょっと本格的な回復につながっていくかもしれないですね。ライトオン、えー、と5月の既存店売上高、前年同月比1.7%増で4か月ぶりのプラスでした。 で同じく西松屋が既存手売り上げ高発表です5月度の既存手売り上げ高前年同月比7.5%増ということで15ヶ月ぶりのプラスでしたであとコーギンリース10月1日にみずほリースに社名を変更コーギの名前残ってる会社として、まあ、ここぐらいですかねでしたけど、まあ、ここもみずほに名前が変わるということであります、えー、以上明日の個別材料でした では、マーケットの方を見てまいりましょう。ドル円、やや円高方向、110円28銭。デイリーマーケット情報見てるあたり、どんぐらいでした ?40 銭ぐらい。40銭、50銭ぐらいでしたかね、えー。ちょっとやや円高方向にまた進んでおります。ニューヨーク、えー、もう当然始まってますが、今1時40分。えー、リアルタイムで行くと、1時40分のリアルタイムで行くと0.39%のマイナスです、ニューヨークダウ。 ナスダが0.41%マイナス、SP500 が0.31%のマイナスとなってます。原油はちょっと下がってますね。原油在庫が増えたってことですかね。えー、61ドル24セントです。あと、他の指標指数。 でいきますと、年アメリカ1年歳で今2.39%になってますねまたちょっと金利が低下している感じですね。ラッセル2000が0.84%マイナス、フィラデルフィアレ、レ、えー、ソックス指数が2 1トマイナスまたハイテクが弱いという状況でありまして、ダウの構成銘柄とかでいうと、アップルが一番下げてます。1.69%マイナス。まあ、この辺のハイテク IT 企業が 弱いですか、ね、あとはゴールドマサックスとかその辺もちょっと大きく下げてるかなとホームデポ1.5%マイナスですとはいえグーグルフェイスブックアマゾンあたりプラスですねちょっと他のところがっていうことですかね半導体企業とかがあんまりっていうことなんでしょうかねどっちかというと、えー、というところでありますそれを受けまして日経平均先物2220円 日曜りだから60円安いというところ、まあ明日またこのサポートをまたね維持できるかどうかというところだと思いますが明日だと比べら,らいかなこの辺2枚二2 2 0円ちょうど今の先物ぐらいの水準ですんでねああおっしゃった、まあ、この辺をキープできるかというところになろうかと。 思います。やっぱりまたディフェンシブを物色していかないといけないかなっていう感じしますんで、えー、難しいですね。ちょっと景気敏感株、なかなか買いりづらいところですが、えー、まあ、レアアースがいいのか分かりませんけど、ちょっとど、な何かしらのテーマ、ね、に、 決,め決まって欲しいですね。ね。なんか、ね、そうするとこう、そこを中心にいろいろ波及して、絶対上がっていくかなっていう期待ができるんでね、はい、そんなことを期待しております。ということで、えー、ちょっと連日遅くなってしまって申し訳ないんですが、あと今週あと2日頑張っていきましょう。えー、以上、静かにつけました。はこれを変えでした。